渡辺がこの二度寝ワークスのって言うから山口がこのタイトル、あ、タイトルコール、それも俺に乗っかるから、わかりました。じゃあ行くよ。せーのじゃないわ。二度寝ワークスのはピーキノさん一人で、あ、そうね、そうですそうね、そうですそうです、うん、まあ、全然一人でやるのにせーのって言っていただいても僕はもう全然あの大丈夫なタイプなんで。じゃあ二度寝ワークスの鍋パラジオ。始まりました。ペン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 、再生アイコンを教えてくれた方、押してくれた方、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんかいきなりツイッターとかで多分 URL がポンって現れてちょっと押してみて再生してみたらなんか始まりだしたぞという多分心情でしょうね。怪しい、知ってる人は怪しいのが上がったなと思った方も多いと思います。何ですかこれは、何ですかこの心配めよ、心配めよ、何ですかこの番組は。この番組は、はい、最近見た京都の舞台作品や音楽ライブ、映画、ドラマの話を喋りながら、はい、鍋を食べようという鍋を食べようというお耳パーティーラジオになってます。お耳パーティーラジオは新しいジャンルですね、はい、新しいジャンルです。お耳パーティーラジオ配信だからこそこうちょっとグダグダでもできるんじゃないかみたいなところの、まあ、お耳パーティーラジオです。ラジオの時点でもうお耳の要素入ってるんですけど、これあえてお耳をつけたというお耳かぶせですね。お耳かぶせでパーティーを挟んだという、はい、あれです、一体君たちがずっと喋ってますけど、なん大学生なんかみたいなね、お前らは誰なんだっていう方がね、いっぱい三角を押してくれた方が多いと思うのでここで提唱されるかもしれないが、はい、ちょっと先に自己紹介をしてみましょう。はい、私はですね、京都で大学生を営んでおります。大学生を営んでおります。個人営業、はい、個人営業しております。これはなんて名乗ればいいですかね、私は。山口でございます。山口圭人くんです。ありがとうございます。そして、この二度寝ワークス の、はい、あの舞台とかをやってる団体なんですけど、はい、作・演出をやってます、渡辺匠です。二人とも、ね、渡蔵二人でやっております。この番組は、はい、さっき言った通り、鍋食べながらなんで、はい、まあ、鍋食べながら進めたんですけど、はい、今まだ机の前に何も鍋とかない状態で、食べ物がもっと言うとこのお家の中に舞台で使うパンチカーペットを床に敷いて、そこにキャンプ用の机を出して和室の上にパンチカーペット敷いて、和室パンチカーペットキャンプ用の机すごい世界観ですね。この座ってる椅子もキャンプ用の、布のね、そうそうそう、後ろにこうウッて持ってかれる感じの焚き火用のやつ座ってる、そういう状況でやってるんですけども、やってもらう、まあ、とりあえず、まあ、鍋来る前に、まあ、食べる前に初回を記念した、はい、乾杯みたいなこと。そうですね、うん、なんか飲み物でも飲んで。確かに。ちなみにこの一応このね、番組のディレクターみたいなポジションで僕構成考えてるんですけど、す、ね、オープニングのこの曲が4分55秒にもあるんで、4分55秒目指しぐらいで、はい、こう乾杯できたら、かなり無理なんだけどね、まあ、とりあえずかなりもうディレクター権力を行使しておりますけども、ね、好きなタイミングで乾杯させてくれないという、そうそう、とりあえずちょっとドリンク、はい、じゃあ僕カシスオレンジ、カシスオレンジここトリックじゃないか、カシスオレンジないんです。生ビールでいきますか。じゃあコップとかちょっと準備します。あ、ありがとうございます。生ビール出てもらいます。おビールの方開けさせていただきます。あ、いい音。コマーシャルちゃうかいうぐらいの音が流れましたけど。じゃあちょっとグラスに注がせていただきます。あ、じゃあありがとうございます。すっごい微妙な音が流れてますけど。トクトクトク聞こえてますかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、持ってください。山口はどこだ。あ、いいですか。確かにパーティーなんで自分で継ぐとね、出世が遅れるなんて言いますから。そうなんだよ。トクトク言わんから俺がトクトクと。ありがとうございます。トク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 、僕シュワシュワやってます。シュワ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 。じゃあ山口くん、はい、
初回の、そうですね、あの乾杯の温度みたいなのをまたお願いしようと思います。皆様、本日はお日柄もよく足元も悪い中、ね、聞いてる方は、ね、どんな状況で聞かれてるかわからないです。そうそうそう、あの受験勉強とかしてるから、もしかしたらね、早めに受験勉強する方がいらっしゃったら、ね、めっちゃ早いね、今。聞いてる皆さんもね、こう一緒にこう聞きながら、なんか手元にある、あ、もう4分5分かな、あー、なんか乾杯。おいしいですね。うん、おいしい。これね、今皆さんどういう状況でね聞かれてるかわからないですけど、一緒になんか飲み物とか飲んでいただいて、ぜひぜひ。そうね、ね、これ今僕らはこうどういう時間帯でやってる体なんですか、これは。夜収録してる体、体ですよ。真っ昼間ですね。真っ昼間にあのビールを飲んでいるという状況でございます。ほろ酔いで。じゃあこの進行台本でも見て進めていこうか。がっつりがっつり原稿を見ながら、うん、で次はあの原稿通りに行くと、次は何ですか。あ、さっきのオープニング曲について語るというところが書いてますね。書いてます。あのさっきの生かした、そう、生かしたなんかこうプンプンプンみたいなやつ、プンプンプン入ってたかな。あれ違うんですか。プンプンプン入ってなかった気する、まあ、とりあえず生かしたかっこいい、生かしたかっこいいのあの曲はですね、はい、踊るディスコ室町っていう、踊るディスコ室町、京都のバンドのニュークラシックダンスナンバーっていう曲を、はい、使っています。これなんですけど、誰ですか、踊るディスコ室町って。踊るディスコ室町っていうのは、京都は上京区室町通り武者工事を下がったところ、アパートディスコ室町の425号室からやってきたファンキーでグルービーな男たちですね。なんて分かりやすい説明なんだ。もう頑張ってこの文章を考えたと胸を張っていたいけど、コピペをしましたね。コピ今のはあの渡辺さんのこうなんか考えたのじゃなくて、なくホームページ、その踊るディスコ室町 の、そう、公式のプロフィールをそのまま読み上げたという。でもこれをわーって早口で言ってるっていうトラックからアルバムが始まるっていう、これでバッチリ決定、そう、決まってるっていう、めっちゃかっこいいバンド、かっこいいバンドですよ。踊るディスコ室町ちょっと気になったよっていう人は、ニドネワークスのツイッターとか踊るディスコ室町っていうのを検索かけたら情報見れるんで、はい、ぜひ見てほしいなと思います。このニュークラシックダンスナンバーも4月1日4月に配信がスタート したばっかりなんで、できたてほやほや、できたてほやほやのを、メンバーの方に会った時に使っていいですかって言ったら、ごますりまくって、ごますりまくる、ごますりまくったとしましょう。じゃあしましょう。ごますりまくって、めっちゃ優しくいいよと言ってくれたので、そう、無許可で使ってるわけではないと。でエンディングも踊るディスコ室町のアクターズダンスランバーっていう曲も流れるので、これまた生かした曲、生かした曲なので、ぜひね、お楽しみに、お楽しみに。おすぎで、言語台を見ると次は何ですか。次はこの今流れてるね、はい、曲は僕が、はい、リビングでガレージバンドで徹夜で作った安直な安直な、しょうもない、しょうもない、言うなしょうもない BGM しょうもない BGM になっております。ということで、あら、ニドネワークスの鍋パラジオではあなたからのメッセージやリクエストに代わってトーク BGM のデータをお待ちしております。ここ重要ですね。ここ重要です。メッセージとかね、リクエストもね、送っていただきたいのは本当に山々なんですけど、山々やけど、まず収録で、そう、後日配信という形を取っておりますので、リアルタイムでやり取りができないと、できないから、ちょっと面白みに欠けるので、はい、まあここはトーク BGM を募ろうっていうですね。募ろうという、採用させてもらった方には、はい、お手製の何らかのステッカーを差し上げます。何らかの、はい、何らかのステッカーを差し上げます。まだ作ってないです。はい、はい、これから決まりますと。宛先は、はい、nidoneworks@gmail.com nidone.works@gmail.com こちらのメールアドレスまでお送りください。はい、皆さんのご応募お待ちしております。ちょっとラジオっぽくなってきましたね。もうラジオに憧れてる人たちがやってる感がすごい出てるね。はい、ね、ぜひね、メッセージとか受け取りたかったんですけれども、いやでもね、はいはい、BGM のエントリーが来ております。あら、ちょ、不思議なことに初回の放送ですよね、これ。少し不思議なことに初回放送、初回収録中ですよね、今。なのにもう BGM エントリーが来ているという、来ているということで、不思議な世の中ですね。不思議な世の中ですね。じゃあ早速紹介します。京都市は作曲から
オルタナティブスペースを経営している21歳の男性ホゲさんからのエントリーです。ホゲさんからの、なんか聞き覚えのある情報とプロフィールとこうホゲっていう名前ですけど、ね、京都の左京区の下鴨神社の上ぐらいに、はい、湯気っていうオルタナティブスペース、はい、ギャラリーとかもいろいろやってる、そうそう、作家のね絵とかね、はい、造形品とかを飾ったりとか、はい、展示してるスペースがあるんですけど、オルタナティブスペースがあるんですけど、うん、なんか結構似てる、まあ、とりあえず聞いてみましょうか。そうですね。うたたねっていうタイトルで届きました。じゃあ聞いてみましょう。お、じわじわ聞こえてきました。いや、トン、トン、トン、ちょっと最初の純粋に聞いてみましょう。ちょっと不純なもの入れずに、うんうん、ゆったりとした、ね、いい感じにこう体に染み込んでくる、うん、あ、さっきのワンだね、なんかワンちゃんが、ワンちゃんがいるね、なんか鉄パイプ叩いたような音とワンちゃん鉄パイプなかなかね、こう聞いてる方鉄パイプ叩いたことないかと思いますけど、うん、いい感じのね、BG すごい、うん、初回にしてはすごい、すごいね、上出来、上から目線で言うと上出来な BG、 超上から、ね、はい、ありがとうございます。いたたねという BG もいただきましたね。このまあ、とりあえずこの BG の上で喋っていくんですけど、はい、そうですね、トーク BGM、 鍋パラジオの鍋がまだ出来上がってなくてですね、せっかくトーク BGM を送っていただいたのに、うん、ちょっと先に鶏軟骨から揚げという、鶏軟骨から揚げ本体価格260円でやっております。もうパックのまま食べてます。皿、お箸をどうぞ。ありがとうございます。皿に出さずにいただいております。この鍋パラジオは、はい、その京都のこうカルチャーとかを、まあ、中心にちょっとこう発信できたらなぁなんて、いろいろこう見たりとか聞いたりしたものをこうより広めていこうと、まあまあ、まあそうね、なんかいろんなところとこうグルーヴ感じて、グルーヴ感じてみんなブラザーだぜ、ブラザーだちょっと俺たち兄弟そう、うん、みたいな番組ということですね、うん、めっちゃ上からいけるんですね何見ました？最近僕、最近っていうか結構若干前にニットキャップシアターさんの、うんうん、ザッツイナフという作品見に来ました。俺も見に行ったそれ。あら奇遇、あら奇遇だこれね。聞いてる方ね、こう本当に本当に奇遇でね、たまたま2人とも、うんうんうん、そうそうそう、違う回を見に行ってたという。そう、ニットキャップシアターっていう劇団ね、劇団、はい、ごまのはやさんっていう人が主催をしている劇団で、はい、でこの That's Enough って作品は京都のアバンギルドっていうアバンギルドところでやってた、レストランみたいなので、はい、ご飯とか食べながら、そう、ちょっと暗くておしゃれな感じ、おしゃれでしたね。デートとかに超最適よね。まあ、そのデートで最適だろうというこの雰囲気でデートに最適な会場で、この雑いなくのテーマズバリ下ネタ、あらさっきの言葉ちょっと撤回させていただきます。一回撤回してみよう。雑いなくはちょっと、まあ、デートにはちょっと、まあ、不向き、不向きやったかもしれないっていう。でも社会派から文学系までやってて、はい、まあ、この歌い文句が、歌い文句がギョッとするものからうるっときちゃうものまで、毎日を戦うあなたに見てほしい珠玉の下ネタコント集ってこと、オムニバス作品でね、はい、やってて、それも見に、偶然見に行ってて、違う回を見てて、そう、どうやった、どうやった。僕はね、もうなんせその、まあ、主催の駒野葉さんがこう脚本も書いてて、うん、出演もしてるんですけど、うん、ね、僕が通ってる大学で教授的な、そう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 、先生的なこうこと方もしてらっしゃる方なんですけど、そう、山口くんが通ってる大学を僕は最近卒業したからも同じなんやけど、はい、そう、教授がね、教授が教授をやってる間の時期に京都で下ネタコント集やってるっていうところがすごい頼れる、心つかまれたタイプ、うん、心強いしね、なんかそうですね、この下ネタもね、こうただただ下品なだけじゃなくてね、こうそれこそ社会派から文学系って書いてました、歌ってましたけど、すごい哀愁漂う作品から、こう、そうそうそう、結構こうエンターテインメントがこう、うん、光ってる作品まで、こういろいろなジャンルの下ネタが、ただ下品じゃなくて、そうですね、ちゃんとそこにそのオムニバス作品で一個一個の作品にドラマがあって、まあ、教授の書いた作品を何上から言ってんねんって感じのところもあるけど、それ置いといて、置いといて、純粋に楽しむ、純粋に面白かったなって。客の間を
あの箱ティッシュ、そうそう、箱ティッシュのティッシュ投げながら歩いたりとかしてて、はい、歌って踊る、歌って踊ってみたいな、攻めてるな、攻めてましたね、どういう気持ちで見たの他になんか最近見たものとかある？山口くん、あ、それで言うと舞台作品ではないんですけど、あの最近映画をムービックス京都に、映画ね、まあ、京都からとか言っときながら全然京都と関係ないところを拾ってくるっていう体なんですけど、まあ、見た会場はね、うん、ムービックス京都でそこの映画館でレディープレイヤー1というね、出ました、レディープレイヤー1、もう発音いい、レディープレイヤー1という映画をね見に行きまして、これね4月20日から公開だったんですけども、これ公開初日に、うん、張り切ってるよね、張り切って、ね、授業と授業の合間みたいな時間に見に行きましたね、張り切ったね、張り切りました一人で、しかも 3D でね、その話自体はこう結構2045年にこう VR が発達した世界で現実の人たちがこうのめり込んじゃっていろいろ問題が巻き起こってしまうみたいな話なんですけど、あの最初に映画館で、はい、あの予告、いや、チラシ、俺、あ、チラシですか、チラシを見た時に、はい、そのなんか具象的なチラシっていうよりなんかすごい VR のなんかデジタルな感じのデザインで、はい、キャッチコピーみたいなのがやたらこう並んでて、はい、一体これは何が言いたいんやみたいな感じのチラシで中開いたらインディ・ジョーンズとジェラシック・パークとバック・トゥ・ザ・フューチャーのチラシが3枚こうペタペタってこうあの並んでて、そう、なんかえ、間に合わなかったのかな入稿みたいなもうちょっと入稿間に合わなくて、もうとりあえず出しとけ、とりあえず過去のスピルバーグのポスター貼っときゃいいっていう感じなのみたいなこと思ってたら、そうじゃないよね、そうじゃないんです、なんかそれもちょっとかっそんなんだよ、そのそこにペタペタ貼られてたのは安易な貼られ方じゃなかったってことね、その映画のねこう結構重要なそのストーリーとして、あ、あら、うん、なんですか、これな、なん、レンジのチンの音です、レンジのチンではないよね、はい、これ、なんていうんですかね、あのピンポンのやつですね、これ、はいはいはい、ちょっと玄関の方からドアを開けに行きます、あ、わかりました、あ、花柄ランタンじゃないですか、はい、こんにちは、花柄ランタンです、お邪魔します、お邪魔します、どうぞ、こちらの、あの謎のキャンプスタジオ和室キャンプスタジオ、和室キャンプスタジオに芝生ですからね、足元がね、ようこそ、はい、来ましたよ、花柄ランタンの村上新平さんと、はい、プキさんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします、お願いします、なんで今日はそんな、いやいや、あの LINE で呼ばれたんで村上さん来てくれませんか、ゴリゴリの LINE であのゴリゴリに箱取られてはい、ゴラクロでしょ、ちょっとね、打ち合わせでは偶然を予想を出されてるから山敵まで迎えに来てもらってあの花柄ランタンはあのニドネワークスとちょっといろいろ絡んでまして、はいはい、でもまあ僕からそれもまたゴリゴリの LINE を過去いろいろ送ってまして、はいはい、まず最初にヨーロッパ企画がやってるラジオ番組の中にあるラジオドラマのコーナーがありますね、あってそれ僕が書かせてもらえることになった時に、あら、そんなことがあったんですか、あの主演、あ、そうですね僕も出てました、そう、恋と誰かと銭湯とそれのあのオープニングとエンディングに、そうです、そう、あのジャボっていう曲をオープニング、エンディングに初恋っていう曲を使わせてもらって、でその後にニドネワークス&花柄ランタンプレゼンツおやすみランタンっていうのを一緒にやったという感じですよね、はい、そうですね、そうです、京都にあるサウナの梅湯っていうところの浴槽、夜中がステージで、でなんか右側の浴槽に役者が入ってて、うん、左側の浴槽に花柄ランタンの2人が入ってて、うん、っていうそのなんかライブ音楽劇みたいなのをやったという経緯がございますじゃあ早速あの鍋っぱラジオなんで、はい、鍋食べましょうかっていうことで、うん、鍋を作ってくれてるのが、はい、あのニドネワークス美術小道具とかを作ってる、はい、山本カレンという女の子がいるんですけど、はい、いらっしゃいますね、ニドネワークスのメンバーですね、はい、あ、皆さんではいはいはい、ラベ奉行を呼んでみましょう、呼びましょう、じゃあせーの、鍋奉行わ
はにかみながらやってきた鍋奉行って呼ぶねんな鍋奉行の役職で役職で呼ぶすごいですねこれは何ですか何鍋ですか鮭カレー鍋鮭カレー鍋美味しい聞いたことないこれちゃんと持ってんで盛り付け持ってるね真ん中にねちゃんと緑のこの何刃物が刃物をちゃんと真ん中にポンと添えてますよこれすごい煮込まれてるのそれで水菜と豆腐と、はい、白菜とえのきと、はい、ネギと、はいはい、あとそこの方に大根がすごい椎茸なんだけど、あら、鮭カレー鍋鮭カレー鍋じゃあちょっと一旦ちょっとあの小皿を配りもうこういうとこもちょっとオンエアこれもオンエアされるんですかちょっと、まあ、ゴリゴリに皿配ってるシーンそうですねできたらいいな何白飯もある白飯もありますあの1年に1回しかおにぎり作られへんから1年に1回のおにぎりが初回のおにぎりが初回収録ましたあ、ちょっと飲みもビールが緑茶もございますけれどもあれ、緑茶であら、じゃあたくみちゃん、僕はビールでクリアさせて、あ、これちょっと大丈夫大丈夫緑茶入れさせていただきますトコ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 もらいますもうこれ、そのままいってもいいコップ経由ヘブあ、どっちでもあ、どっちでも不徳が響き渡っておりますけどどうぞありがとうございます、はい、じゃあ山口歩きながらねパソコンの上で危ないよ結構これビールカシャ言ったな机も結構ボコボコやからね机がね完全に水平が保たれてないそうそうとりあえず乾杯、はい、しましょうか本日あ、鍋奉行の方からじゃあ初めての、はいレディオ。乾杯。乾杯。ありがとうございます。奉行、奉行ちょっと鍋から遠いからさ、やりづらそうやねん。奉行ほんで全部お玉で取ろうとするから、長いこの水菜みたいなんか、机なくなってるから。水菜も見てないから。水菜がさ、乗ってるのを見たときはさ、すげえこいつ奉行感ある。なかなか。頭で作り始めてから。あれあれってな。こいつ奉行感奉行じゃねえなって。だってこの水面どこまで来るか感じずにどんどん入れ続けて。もう結界ギリギリまでね。あったかい。ちょっともう気温も暑くなってきてますから。うん、もう今日はちょっと寒いからよかったね。熱気がね。程よいあったかさ。うん。どうですか。うん。おいしい。うまいうまい。あ、大根いけてる、うん、うん、2回目とは思えないまや死に具合ね、うん、2回目の死に具合じゃないから言っちゃうと昨日より美味しくなってる昨日もね昨日も美味しかったけど昨日は何鍋やったこれ台本を見ます 今台本で言うカッコ鍋食べるっていうところですねあ、そうそう1ページ目あ、ここそうそうあ、そう食べながらで全然いいんですけど、はい、花柄ランタンお二人最近なんか、はい、見たものとかあります？なんかえ見てますよいろいろなんか映画とか舞台やら鈴木さんどうですか最近は映画を見に行きましたあら何見たんですかザ・グレイティスト・ショーマンあらお、はい、相当良かったみたい前から3列目であれ結構大画面の近いところであれは本当ミュージカル大好き女からしたら最強そうですね本当終始泣いてた僕もザ・グレイテスト・ショーマン見ましたイエーイ隠してたんですけれどもあれは行っちゃう行っちゃいますよね僕もねほんまにあの多分ね見た人ね聞いたらはって思うかもしれないですけど開始5秒ぐらいでもうるうるしてました、ねうんまあ、あの主役演じてるヒュー・ジャックマンがもう、うん、キラキラしててそうあのねまあこのララランドの監督が作ってるんですけどなんかこう私ララランドを見た時になんか物足りなさを感じちゃってなぜかというと歌もっと歌ってくれって思っちゃってもうなんかもう物なんて場面場面すべて歌入れてほしいってぐらいそのミュージカル大好き芸人なんでグレイティスト・ショーマンすごい歌ってくれてもう本当に良かったと思いました歌ってこんなえ水菜全部いくちゃいちゃい水菜をちょっと取ったら全部取れんねん
花柄ランタンのツアー、頑張れ負けるの花ランツアー行ったんですよ。京都寺町大丈夫、うん、めっちゃ良かった。シンプルな感想。一人で行ったんやけど、あの帰り家着くまで何も音楽聴かずに帰った。余韻に浸りまくって。あの初日やったね。初日ですね。初日ツアー。初日ツアーめっちゃ行ってましたよね。兵庫、岡山、広島、名古屋、京都、大阪、和歌山、東京、あら大阪、あら11かな。11ツアーがね、すごく好きで、はいはい、あのほんま謎の土地とかに行くんよ。謎の土地。兵庫県の和田岬とか、うん、和田岬って言ってもなんかこう三菱のなんか会社の敷地内にしか海がなくてみたいな。海近いかなと思って岬やし歩いていたら、もう一向に海が見えてこなくて、そうそうそう、どこってなったら、もう三菱の会社がドンって海には行けませんみたいな。そうそう、三菱がもう海を仕切ってる。そうそうそう。三菱のプライベートビーチなんですね。そうそうそう、なんか全く海のを感じられないなと思って、こんな橋に来てるのにと思って。そういうこう、なんか行ったことのない土地に行けるっていうのはね、すごくいいなぁ。いいですね。広島の、はい、本と自由って、はい、ライブハウスなんですか。いや、本屋さんですね。えら、これも古本屋さんなんですけど、ちょっと奥にバーがあってね。奥にバーがあって、もう店主が行かれてて、もう飲んで飲んでみたいな。もう飲んで飲んで、で、なんか村上はギター、僕ギター弾けるからギター弾いてくれって言ってギター弾いたら、その辺に合わせてフリーラップみたいなのが始まって。おじいちゃんね、結構50代ぐらいかな、分かる。そうそう、ラップみたいな、ラップじゃないね、もうあの おたけびみたいなのって、わーわーガヤガヤみたいな。クレイジーですね。そうそうそう、なかなかもうクレイジーな、いい場所でした。その時は私らが帰った深夜2時ぐらいに旅館寝てたしね。いや、もうあれはもうすごい飛ばしてましたからね。お店の名前を体現したかのような。自由で、ね、本当にそう、本で自由でしたね。岡山の古本、長いビル、これも古本屋さんなんですよ。これはね、ちゃんとした古本屋さんで。さっきはちゃんとしない古本屋。岡山の古本長いビル、よくライブさせてもらって、ワンマンもさせてもらったんだけど、岡山では俺の中ではもう一番もうイケてる本屋さん。イケてる、ほんともてなしがすごい。もてなしがすごいし、絶対いい、なんか打ち上げで絶対いい、美味しいとこ連れててくれるっていう。そうそう、今鍋奉行が鍋のお色直しに行ったんで、はい、ちょっとあの金柄ランタンの2人に、畳の上のキャンプ収録スタジオですけど、はい、リビングライブ、あら、はい、ちょっとお願いして、いいんですか。いいんですか、ちょっと、はい、でちょっと整えまーす。今からじゃあ鍋パラジオの一応初回記念してという感じで、スタジオライブ、いや、リビングライブをしゃあお届けしまーす。お願いしまーす。はーい。じゃあ、思い出の曲を、はい、初恋という曲やります。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、ワン、ツー、スリー。朝目が覚めたら君が隣にいいのにな。結局昨日は何もできずじまいで寝ちゃったな。朝が来た、朝が来た。駅のベンチで座ってる、たったそれだけでも僕は探してる。君に会うなら今しかない。昼は長い、昼は長い。僕はきっと退屈で、僕はきっと優しすぎて、ふと気づきゃ今でも君の影を探しています。1と2と3と呼んで、伝えられたならどれだけ良いでしょう。君にメールを打ったけど
ま終わるのか、夜は長い、朝が来ない、渡り廊下の昼休み、君とご飯を食べました、そしたらカモメ飛んできて、僕と君をさらってゆく夢を見た、もう虹だ、ああ、ああ、気づきゃ今でも君の影を探しています、1と2と3と呼んで、伝えられたならどれだけいいか、終わりは突然に来ることも知らずに、僕は机の集合写真、斜め前の君に恋して、1と2と3と呼んで、この気持ちは何と呼べばよいでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。お互い違うところで花柄ランタンの音楽お守りやねって言ってるっていう、お守りやね。そうですよ、そうですよ、そう、花柄ランタン特にライブとかで見ると、もう、まあ、この先まあとりあえず 1,2 週間は大丈夫でしょうみたいな精神になるんですよ。なんかいいね、それはありがたいですね。近々どこで会えますかっていう、はいはいはい、話なんですけど、この5月の27日に、はい、京都の河原町界隈である、はい、いつまでも世界はっていう、はい、あのライブサーキットですよね。そうですよ、ライブサーキットイベントに出演される。はい、これ町中のやつですよね。すごい量ですよ。僕行ったことなくて、まだ世界は今年行こうと思ってて、はい、なんかそう、すごいすごい出ますよね。うん、出る100組ぐらい出んじゃん。そのね、開催場所が京都ミューズタクタクとかのライブハウスだけじゃなくて、そう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 、アバンギルド、カプリチョーザとか、カプリチョーザね、京都ビアホール、そうそうそう、あのライブハウスじゃないところでも街中でいろんなアーティストがやってるから、うん、そう、無料で入れる、無料で入れるんですよ。そういう入れるところはね、場所によって無料と有料があって、はいはいはい、まあだいたいざっくり言うとカフェとかバーとか、はい、まあ、カプリチョーザとかは無料だったと思うんですよ。ライブハウスは有料チケットが必要、うん、ライブサーキット行こうって言って行く人だけじゃなくて、はい、普通にご飯行くついでとかでも見れちゃう。そうそう、あの何を隠そう、去年カプリチョーザステージやって俺らが、へぇ、去年やったっけ、去年か、あの、おととしじゃなかった、あ、ごめん、おととし、おととし、イタリアの BGM がずっと流れてんねイタリアの BGM が流れてて、イタリア BGM の上に花柄ラブさんのお守りがかぶさって、かぶさった、うん、イタリアの森に花柄イタリアンあの日はすごいいいライブやった、いいライブやったね。そういうありえない組み合わせ、カプリチョーザ、そうそうそう、食べながら、じゃライスコロッケや、ライスコロッケ食べながらやってましたね。とかとか、いいな、今年はどこになるか、今日は水曜日ですか？今日は水曜日。あ、もう言えます言えます。言える。キッチンバー8。キッチンバー8。キッチンバー8にて19時20分。え、すごい夜やん。この会場の鳥です。無料なんで、僕らは無料で投げ銭制なんですね。はいはい、だから銭を投げてくれればくれるほど僕らのものになるから僕らのものになる。チケット買わない人は投げてもらって。はいはい。
方にはまあ100円とかでもいいんで、キッチンバー8にて19時20分。キッチンバー8ちょっとどこにあるか知らない。あ、僕らも知らなかった。チンバー8あった、京都市中京区の新京北三条下る桜の町前田ビルの1階、ね、はいはいはい、ぜひ、はい、ぜひお守りを持ってぜひ皆さん来てください。鍋と山本鍋と湯は行きます。お願いします。鍋が、はい、まあ、お色直しが終わって、今鍋奉行が持ってきてくれたのがうどんと水菜と、うどんに水菜隠れてもらうし、なんか面白いよね、ビジュアル。これ、おつゆが減りすぎているよ。私の一つだけ言わせてもらうと、追い出ししてもいいよっていう、この呼びかけ。水足す、水足してもいいよって言ってる。言ってます、この人たち。水菜がちょっと声がちょっと聞こえてきて、水菜にあげられた。そうそうそう、水からの声が聞こえてきて。水菜が水に使ってないですね。そうそうそう、水足してルーも足したら、ルーも足す、うん、いや大丈夫だと思うよ。ルーそうか、水だけで、うん、まあうどんやし、そうで、もやしもちょっと若干このこことかまだ水足していいよって言ってる感ある。どれぐらいは足したんですか。私まだ声が聞こえないんで、もう1センチぐらい、1センチぐらいみたいですか。いや、あ、じゃあちょっと水入れながらパッと、これ入れたらもう一回もう一回煮詰めなあかん、ね、煮詰めなっちゃいけない、冷たい水入るからな。この鍋ごと持っていて水1センチ足してください。ちょっと待ちましょう。水を足したバージョンが今やってきました。やってみますか。あ、なんかちゃんとなんか鍋っぽさはね、すげえましたね、うん、水菜がちゃんと泳いでる。泳がしい。じゃあ、いただきます。めっちゃくちゃおいしい。山口くんどこ行ったの。いなくなったよ。山口くんいなくなってたよ。まあ、いなくなってるよ。山口くん、どこ行ったの。音楽の力を借りて山口くんがうどんになりました。呼んどるやないか。呼んどるやないか、台本。誰が食べてるな、これ。誰の台本やろ、誰か。じゃあ私ら今食べてるのは山口くん。山口くん、グロいな。命を。山口くんさ、初恋歌ってる時さ、なぜかサングラスかけてる。ながらランダムの、はい、秘密のレコーディングが始まったって聞いた。そうそう、LINE の風の噂で聞いたんですけど、 LINE のね、LINE の遅れましたから。夏に向けて曲を作ってて、うん、冬にアルバムを出そうと思ってて、へぇ、冬にアルバム、うん、出るか分からへんけど、気持ちはここに向いてて、レコーディングが、まあ、始まったというか、これから始まる。ライブでちょいちょいやってるプールブループールっていう新曲があって、俺がラップしたり、始まり方がベースから始まったりみたいな、結構こう意欲作ですね、実験作ですね。なんか結構評判がいいからレコーディングしたおうっていうので、もうこのいい気持ちのうちに撮っちゃおうって。そうそうそう、夏にちょっとミュージックビデオ解禁みたいな感じで、8月7月ぐらいにできたらなっていう次第で、とりあえずうどんも食べてもらったところで、はい、ちょっとそろそろ終盤なんですけども、はい、この鮭カレー鍋の、まあ、味をですね、はい、よくある風な判定でキランキランみたいな、鮭なんぼかっていう感じで、うん、初回だけ使えるこの鮭何個か、鮭何個かって、まあ、5個5鮭5もあるんですか。だいたい3じゃないですか。マックス3じゃないの、こういうのって。やばでも今回5で5でね、ちょっと俺たちが判定するってことです、はい、うん、じゃあどれかこれかこれかこれか、今机の下で打ち合わせしてる、私これ素直これ間にしようか、間が開くほどの個人差。決まったようです。決まったようです。あんた言って、一緒に言おう、ちょっと緊張してるな。私が言うわ、言って言って言って。それではこちらの鮭カレー鍋、鮭いくつですか。鮭4つです。いただきました。いただきました。鮭4つです。はい、ちょっと村上バージョンも撮ってよ。村上が言うバージョン撮ってよ。村上ちょっとエンディングの曲いっちゃいましたけど。いやいや、じゃあいいじゃあいい、すいません、
エンディングやってから村上バージョン。あ、でしょ。おまけで。じゃあ、ってことでエンディングなんで、プリンを食べながらのお届けになります。デザート。デザートです。よーし。まあ、この、いただきます。最高プリン。おいしい。あ、じゃあ、締めな。アナガランタンのお二人、はい、スタジオ、いや、君ぐらいのまでありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。うまそうもん。私らも美味しい鍋、おにぎり、プリン食べれて嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。